皆さんこんにちは。皆さんは武器ガチャ、引いていますでしょうか。星5武器で引くのを決めたり。実際、星5武器よりも使う頻度の高い。厳密にはサポーターの方が強いゲームなので。セイフやサイレイシリーズが多い時に武器ガチャを引く。という人もいるかもしれない。どちらにしても、個人的には全くおすすめしませんが、課金できる前提であれば、選択肢として有力ではあります。そして、狩人の道。こちらも今収録期間でピックアップされていて、引くかどうか、かなり悩んでいる人がいるかもしれません。異界のしるべもそうですね。螺旋をクリアできる人はともかく、できない人ほど悩んでいそうですね。実際螺旋クリアできるなら、探索拡張以外で特定のキャラを引く意味ほぼないですからね。ってことで、今回は、宝箱、鍛造、釣り、星3武器、ストーリーで1本だけもらえる聖風弓精錬1を使って、螺旋はクリアできるのか?という動画ですね。で、このゲームにおける武器課金は、他のソシャゲというより性能の前借りの意味合いが強いです。エンドコンテンツは星4武器だけで、クリア可能なので限界性能を高めるより、生物厳選の隙間を埋める。性能の前借りという表現の方が、エンドコンテンツ星36クリア程度なら正しい表現だと思います。一部の星を、特にメインアタッカー組についてはサポーターでサポートしつつ出す火力より、火力だけしか貢献度がないこともあり、火力系の星5武器とか気候武器が欲しくなるかもしれない。この辺はある程度仕方ないね。どのソーシャルゲームでもアタッカーにはお金がかかる。というのが、どっかのなんちゃらアーサーで学んだ教訓の一つかな。まあこの辺の持論はさておき。今回は、カズハだけ無凸で星5、他は星4でやってきました。カズハについては後半でちょうどピックアップもされるので、収録期間に天井と同等、星5武器狙いよりは安いという枠組み。って感じでちょうどいいかなと。ちなみに武器は、カズハは釣りの鉄パイプ、ベネットは水仙十字の剣、シャンリンは漁獲、キッシュはマグロ耳です。キッシュの武器はなんとなくチャージ弓にしてますが、普通に弾球とかあの辺の会心率弓でよかったかも。ってことで、前半はカズハのスキルの落下ダメージ触発が、どれくらいで結構タイムが変わります。集敵キャラなので、雑に立ち回っても勝手に吸い込めるのが便利ですね。だいたい1分半くらいです。ってことで、後半に進みました。後半は草主人公に原木刀精錬1、コレイに聖風弓精錬1、行く秋の飛天に剣、忍に鉄鉢を装備させています。武器についてのコメント、一部知らない人もいるかもなので一層が終わったら装備紹介に入ります。マッシュラクトルについて、雷で暴走させて、ダウン中に一気に効果力を狙う、あるいは雷なしで暴れさせずに戦うのがセオリー。12層で一番ゴリ押しできるボスなので、気にする必要はないですが。一応炎を当てると敵の激おこゲージが無効化、その代わりキノコン3匹召喚してくるなど。炎で殴る場合は基本的にデメリットが強めと言えるかなという印象だね。ちなみに行く秋から聖風やサイレイを剥がすと爆発マジで回りづらいね。敵を倒す前提ならもっと回りやすいだけど、ボス戦だとそこまで安定はしないかなと。聖風も精錬1だと会心時 60% で粒子発生、クールタイムは12秒で結構長めの感じなんだよね。爆発周りは全体的に難ありという感じでしょうか。草川も結構きついので、スキルはできるだけ即打ちするようにキャラチェンジしたいね。ってことで、珍しい武器もいくつか使っているので、性能を紹介します。まず、水仙十字の剣ですが、フォンテーヌの水仙十字シリーズをすべてクリアするともらえます。特殊効果があって、武器の色に対応した RK が通常攻撃、銃撃、落下攻撃、命中時発生。今回は、コッペリア用にプネウマカラー、白 RK だね。あとは一応プリムスのシールド状態も RK 発動で一発で解除可能だね。続いてシャンリンの漁獲、こんなもん。これは超有名だからあえて説明するほどじゃないけど、爆発中の会心率とダメージアップだね。フィッシュルは、結託。武器効果は、元素スキル発動後、攻撃が命中した時追加攻撃発動。っていう効果ではなく、普通にチャージサブの無課金弓ってこれと聖風精錬1しかない。ベネット入れてるし多分こっちでよかったけど、使ってみたかった。カズハは鉄パイプだね。爆発回らないのに鉄鉢をつけるとかは、個人的にはありえないと思っているので、チャージ武器を選択しています。一応、
チャージだけ目的なら、鉄鉢の持っているサブステのスコア換算より、鉄パイプの武器効果込みのスコア換算の方がかなり高いです。そして忍はいつもの鉄鉢。熟知目的なので、皆さんご存知でしょう。行く秋は飛天御剣。チャージだけで見れば、単純にかなり高い上昇。一応爆発発動後、攻撃力と移動速度が上がります。これは清風精錬1。一応精錬1の清風も残しています。草主は原木刀に。爆発回すだけなら飛天御剣もう一本でも良かったかもしれない。準備していなかったので、こちらを装備してました。その他ギルドについては最後につけておきます。ってことで、12ですね。フライムの炎耐性がきついので、カズハの元素変化は雷優先で、フライムを削りたい感じ。雷多めの方が結果的に、フライム処理は早かったかな。核化ダメージも炎ダメージだから雷多めの方がいいこと多め。まあこんな風に炎フライムが最後まで残るんだよね。トリックフラワーは誘導するといいって攻略動画で言っていましたが、めんどくさかったのでそのまま倒しました。ベネットの爆発とかの都合で、丁寧にするなら誘導して倒す方が多少爆発エリアを使い回しやすいかな。襲撃はカズハ様様って感じがするね。ってことで、炎トリックフラワーは一応炎耐性が高いので、耐性ダウンの恩恵が高めだね。普通にトリックフラワーは全属性への初期耐性高めといえばそう。そしてハスクパーティーは、こちらもカズハゲーミングだね。吸い込み対応しているので、吸い込んで殴る感じだね。今思えばシュブルーズでも良かったんだけど、敵が複数だとやっぱりカズハの方がいいよねって。あとは瞬間的に全体にバフできるから、フィッシュルやシャンリンみたいな、スナップショットできる系はカズハの方が使いやすそう。まあ、雷拡散と炎拡散同時はきつめだから、あんまり両立はできていなさそうだけどね。って感じで難なくクリアしました。後半はカラクリ陣形だね。超開花でゴリをしていくんですが、この辺からチャージが怪しくなってくる。行く秋のチャージは 250% くらいだけど、中途半端な清風1だと、やっぱなかなか回らないね。だから申し訳程度に激化のダメージ頻度が、通常の編成より高くなっているかもね。戦闘中はとにかくキャラチェンジして、殴ることを優先していたよ。それでも、ダメージはかなり出ていたっぽいから、超開花ってやっぱり強いんだなって。一応復習ですが、改めて誘導も紹介します。誘導というか、分裂後の立ち回りですね。空中の四角形のやつは、その敵とボスを挟み込むように。チンアナゴは 50% くらいでキャラの方にワークしてくるので、こんな感じで待機しておくと、勝手に近づいてきます。クラゲとかに、空中でふよふよしてるやつと、シールド貼る4足歩行は時期に接近確定かな。四角形のバックワークするやつは、自分で挟み込むように動く必要あります。この辺りは少し爆発を貯めるように、立ち回っています。行く秋の爆発は貯めた状態で次に行きたい感じですね。この剣はわかるかい？はびこれ。最後12さんです。ベネットの RK が3回発動できると、敵を一定時間スタンできます。ただ、RKCT と敵の攻撃タイミングの都合で、1分で1回できるかどうかって感じ。一応クライマックス中は耐性が上がるんだけど、まあ、RK 関係なくみんなぶっ壊しているイメージはあるよね。なんなら短時間に発動できる RK 持ちって、限られているのも良くない。一応コッペリアは白 RK プネウマ。コペリウスは青 RK ウーシアが対応ですね。一定間隔離れて攻撃すればほぼ全ての攻撃を回避可能です。あとは真上から眺めるカメラワープで戦うと、コペリウスからの外角からの攻撃はともかく、コッペリアの攻撃は回しやすいですね。映像として見づらいと思ったので、カメラワークはこのままにしています。ってことで、問題の後半戦ですね。一応戦略の工夫としては、敵の波紋攻撃の4回目が出た瞬間に、敵のシールドを破壊することです。一応、シールドの再展開が15秒ごとになっているんですが、
モーション中に割り込んで再展開はされないので、15秒経過後でも、敵が何か攻撃中だった場合、シールドの再展開がその時間分延期されます。ちなみに波紋攻撃はこれのことを指していて、これの4回目のタイミングで破壊できると、解除時間を延長できます。まあ、待つ時間で増える時間を消費すると意味がないので、狙えるならって感じでしょうか。あとは編成次第ですかね。設置系の設置とかせずに棒立ちで待つなら意味ないです。超開花みたいに、比較的準備と攻撃がセットみたいな感じだと、あんまり延長にこだわる必要はないと思うけど、メインアタッカーで長時間表に出て殴るキャラなら、知っておくと便利かもね。個人的にこれがあるから、キャラチェンジしづらいアタッカーは、評価しづらいんだよね。なら基本いつでもキャラチェンジできるサポーター編成で殴るかってなる。ってことで、それくらいなので早送ります。ということで、星3武器と無課金武器でクリアしました。動画のコンセプトとしては武器ガチャってやっぱりいらないね。という感じでしたが、いかがだったでしょうか。あんまり星5武器とかの数値ばっかり気にせずに、圧倒的にキャラを引くことをお勧めします。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。